はい、いつもありがとうございます。おすもんば徳島のパン麦です。本日も特艦バトルやっていくんですけども、まあ今日はね、あれですわ、なんかこう攻略とか、まあ使ってみたやってみたではないんですけども、ちょっと情けない、もう私にとっては情けない雑談話、まあラジオ感覚でぜひね、まあ聞いてほしいかなと思ってるんですけども、いや、お前の話興味ないって方はね、まあここでブラウザーバックしていただいて、まあ誠に情けないなと、思ってます。で、今ね撮影してるのがね、撮影してる時刻がね、0時49分ってことで珍しいでしょ、なんでこの時間帯撮影してんねんって話なんですけど、まあ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 それはねお話していくんですが、そうだね、まあリンク上げながらちょっとやっていこうかな。いやで、今これちょっとね、そう、あのね、ケンちゃんとかもナイキンさんも動画出してたんかな、あの10-4の因縁のサイヤ人のステージ、これ新しいここね、エリア30のステージ4のスーパー、ここのリンク上げがねものすごいええ言うて、僕ずっとね、狙ってるんですけど、どうした徳島のパンプキンと、生配信もやってないでしょ、で昨日動画も出してないんですよ、ショートおとついかな2本ぐらい出して、昨日ちょっとあのサボってたわけじゃないんですよ、あのねくたばってて仕事も休んでるんですよ昨日ね、なんか声もおかしいでしょ、そう、何日か前に動画出してるんですけど、高血圧っていうか血圧180あって、もうものすごい金属バットで殴られた感じの頭痛が起きてっていう動画を、1ヶ月ぐらい前かな、なんか動画出してたような気がします。見ていただいた方はね、まあ、ご存知かと思うんですけど、それが再発したのかどうなのか分かんないけど、昨日も昨日とて頭痛起きまして仕事をお休みいただいたんですけど、で生配信もね今見たらね9日前になっとるんですよ。そう、その1週間ぐらい前からねずっと調子悪くてね、ずっと調子悪くて、もう生配信しようかと思ったんですけど、なんか気持ちが乗らなくて、まあこれどうしたんだろうなと思ってこれお酒も飲めないんですよね、調子が悪くて。で別にこれ視聴者さんにね関係ないんですよね、俺今調子悪いから生配信できませんとかあんま言いたくないんですよ、なんかかっこ悪くて、てか視聴者さんにそんな関係ないしと思っていちいち言わないんですけど、なので1週間ずっと黙ってて、まあ動画は出さなきゃなと思って動画は出していってたんですけどね、昨日それがなんていうんですか、無理が効いたのかどうか分かんないけど、昨日はね起き上がれなくてね、朝6時たまたま新聞配達は休みだったんですよ、たまたま新聞配達は休みだったんで、で、夜の10時ぐらいに寝たのかな、知り合いのミラティブさん、知り合いのこの配信ミラティブの配信行ってて、そう、レオちゃんね、レオケイシね名前言っていいのか分からないけど、レオケイシの生配信とかミラティブ生配信を見て、ちょろっと見て、あもうやばいな、なんかもうなんか寒くなってきたし、なんか眠たくなってきたし、そうそうね、レオケイシまた来るねっつって言って、10時ぐらい寝たんですよ、10時ぐらい寝て、ほんで朝の6時にねタイマー、じゃあ朝の5時にタイマーしちゃったのか、朝の5時にタイマーしてて、ほんでタイマーで起きたんやけどまだ寝ちゃったんですよね、ほんで嫁はんに6時前ぐらいに、あいつまで寝よう、起きようって言うて、あ起きようやって思った瞬間に起き上がれないんですね、頭と腰が痛くて、ほんで嫁はんに
一言だけごめんきちいっつってまた寝ちゃったんですよ。寝てパッて目が覚めた時にもうお昼の3時前だったんですよ。あ、2時前か、お昼の2時前だって。嘘だろうね、会社にも電話してないしなと会社に電話してないと、ね、ほんでパッてスマホ見たら会社から電話ないんですね。あれと思ってまあ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 ええわと思って、まあ、うちの会社そうなんですよ。あ、来てない、あの黒物拒まず猿物追わずの会社なんで、あ、来てないんや、今日特番組来てないんやなっていう、多分その程度ぐらいなんですよあ、まあまあ来てないかええかと。別にそんなに忙しいっていうわけでもないんでね、お仕事も。うん、で西ぐらいの起きて、ほんでまた頭痛かったんですね。うわ、これやばい。ほんでセデスっていうか薬飲んで、で嫁はんから LINE が来てたんかなおびただしい数の LINE の数来とって、多分昼ぐらい、昼、嫁はんの昼休み、嫁はんも仕事行ってるんでね、昼休み心配になって LINE 送ってきてるんですよね。12時過ぎるまで寝てったんで気づかんかって、おびただしい数の LINE 来とって、ねえ大丈夫、ねえ大丈夫、大丈夫なのって いやいやごめんごめん、寝てた寝てたっつって、で腹減ったからこれとりあえず飯食って、ほんで、でマシ、ちょっとマシになったかな、マシになって、で嫁はんに3時ぐらいに、もうけど娘保育所迎えに行ってくれんのっつって、ああ行こうかっつって行って、ほんで4時、ささえ3時迎えに行って、でまあ帰ってきて、で嫁はんがちょっとこの娘病院連れて行かないかんけんって、娘をちょっとね風邪こじらしてて、風邪こじらしてから、ほんなあの保育所休むぐらいの、あの風邪ではないんだけど、うん、ちょっとえ違うわ、風邪の病院ちゃうな、なんかの病院だったらごめん、そこいら把握してない、ごめん嫁はんとこの娘があの病院行って、ほんで俺家帰ってきて、なんか動画一本撮らなきゃなって考えてるうちに、なんか寝ちゃったんよね、また気絶みたいになっちゃって、ほんで今起きたもう最悪よあーもうどれ、これサムネどうしよう情けない雑談みたいなんでいいですか。いや、こう、でもおかげでね、今ね、体ね、ちょっとまだちょっと腰痛いんだけど、スッキリしちゃってる。めちゃめちゃ体スッキリしてる。これ寝不足かな、ね、とにかく一週間前からずーっと調子悪かったんですよ。いやー、びっくりしたね。いや、昨日はその倍返しかなんかわかんないけど、もう起き上がれんかったな。ずーっと寝てたな。じゃあこれ撮影終わったらとりあえずシャワー浴びるわ。シャワー浴びて、今日新聞配達なんで、これから新聞配達行くんですけど、いやー年にはかなわんでおい、うん、でな、今日生配信できたらするわうん、うわ今日久しぶりに思いっきり爆睡したな。いや人間寝不足あかんて、ほんまに。で俺の一日のルーティーンって、新聞配達行くで、新聞配達帰ってきたら撮影する、投稿する、で本職行くんですよ。これのルーティーンなんですけど、いやーこれずっと このルーティーンやめた方がええでこんなルーティーンしてる人なかなかいないでしょうけど、俺みたいなルーティーンやめた方がいい。やっぱ二足のわらじってね、あ、やっぱね、年行くたんびにちょっときつなってくるわって言うて、新聞配達やめないよ。やめないし、YouTube もやめないんだけど、もう最近 Twitter ではさ、Twitter も俺のこと避けてる人多いから、ここだけの話、うん、俺分かってるんよ。俺分かって、あ、この人俺のこと避けてんなっていうのが分かる。俺、そこいら空気読むん得意なんで、わ、この人ね、わ、この人俺のこと避けてんなっていう。わかるね、うん、まあ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 、まあ、別にね、うん、あの
嫌われるんは全然あの慣れてるんで大丈夫ですよというところで、まあ今日はねちょっとあの自分語りで申し訳なかったんですけどね、まああの情けない特番の雑談話ということで、またね明日から、まあ明日がまあ今日でも、うん、生配信できたらいいかなと思ってますし、なんか攻略動画とかもね、出せて、いけたらね、目指していこうかなと思ってますね。チャンネル登録切らずにね、ちょっと頼みますわ。チャンネル登録切らずにね、楽しみに待っといてちょうだいというところで、最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良ければチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いいたします。それでは皆さん、またね。ごめんね。ごめんなさいね。